どうもみなさん、こんにちは。司会師の大沢です。さあ、今日はですね、なんと、神子くんがお休みということでですね、神子くんの代わりを、嫁ちゃんにお願いしたいなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大丈夫大丈夫頑張ります。頑張ります。さて、今回の企画は何でしょうかお、いいですね、いいですね、いいですね。いけますかいけてます、いけてます。<laughs> 今回なんですけど、うん、着色取りをテーマにやっていきたいなと思いますホワイトニングって結構敷高いじゃないですか高い高いよね数万するじゃないですかこのね着色取り、うん、もう1万1000のっすよえ僕の調査なんですけど、うん、まあ大体2000円から5000円ぐらいの間でできるんじゃないかとおお<ー>でねこれ結構白くなるんですよで実は嫁めちゃんもねやったことあるんですよね、うん、やったことありますねこれどうです、うん えすごいツルツルになるし白くなる、うん、でしょ意外にねこれ着色取りだけでもちょっと歯白くなる時があるので確かにホワイトニングの前に、うん、ぜひですねちょっとやっていただきたいものになるので、うん、今日はちょっとそれを紹介させてもらいたいなと思います、うん、で使う器具がこのエアフローっていうね器具使うんですけどうん、うん、でこのエアフローっていう器具に炭酸カルシウムっていうものが入ってるんですけどこれ炭酸カルシウム聞いたことあります炭酸カルシウム 研磨剤ですか教えてるじゃないですか。うん、で、研磨剤ってよく歯医者入ってないやつ使ってくださいねって言うじゃないですか。言います。でしょ僕も結構言うんですけど、うん、あれってやっぱり患者さんが使うと結構ゴシゴシやっちゃうんですよね。うん、そうすると歯がね、やっぱり削れちゃうんですよね。なるほど。でも今回使うものって超微量種の研磨剤なので、もう歯を傷つけることがなくですね、歯の汚れを取ることができると。 いうものになるんですねなので、まあ、ホワイトニングしようかなと思ってる方、うん、まずはちょっと敷居が高いので、うん、まずちょっとこのエアフローを使ったやつを検討されてみてはいかがでしょうかという動画になっておりますそれでは早速僕がやったやつを見ていただきたいなと思いますどうぞどうぞ <laughs> ということで早速症例見ていきたいなと思うんですけど、はい、まこの方はですね治療全部終えられて、まあ、メンテナンスで3ヶ月ぶりに来られた方ですかね、はい で僕の指導が行き届かずですねまたタバコを吸い続けちゃってるということで <laughs> 着色を落としてくれということでじゃあ今日落としましょうかとすぐ落としましょうということで始めました、はい、で上からねエアフローを吹きかけていくんですけどこの炭酸カルシウムですね研磨剤、うん、結構ね勢いよく吹きかけてるように見えてですね痛いと思われるんですけど全然チクッチクッとねする程度で全然痛くないですよね嫁ちゃんもやったことあると思うんですけどうん全然痛くないです なので視覚過敏の方とかも案外痛みなくできるということなんですよね、うん、で上はもうこんなね早く終わって、まあ、次下なんですけど、うん、下もね結構早く取れていくんですよね、うん、まあこの方は歯石もあんまりついてなかったので結構早く取れていきますよね、うん、出血もないし綺麗そうなんですよね、うん、さあ下も まだこれ1分も経ってないですよね1分も経ってないですけど、うん、もうこれだけ綺麗になるんですよねすごいでこれで取ってですね取れた後なんですけどこちらになりますねあっやっぱ綺麗ですよねさっきと全然違いますねこれビフォーアフターなんですけどトーンアップしてるねちょっと白になった感じしますよねなのでこの人ホワイトニングをねちょっと考えとったらしいんですけどなんかもうこれでいいですとか言ってねうーん なのでまた来ます3か月に来ますって言ってら,言うてらっしゃったんですけどうん、うん、で次もう一生例ですねはいまあこの方なんかね下にちょっと着色がつきやすい方で,でこれをなんか撮ってほしいと友達に <laughs> いじられるからちょっとこれを撮ってくれないかということで LINE されて初心だったんですけどまあその日に撮っちゃいましょうかということで、はい、すぐ始めましたでこの方ですねもう30分後に出たいと いうことだったんですけど、はい、いやもうすぐ終わりますよということで始めていったんですけど、うん、左側はね結構簡単に取れていくんですよ。ね簡単に取れていくでしょ。うん、綺麗になっていってる。やっぱり綺麗になっていくと見てて気持ちいいですよね。そうですね。やっぱり歯石取りとか着色取りの動画って、うん、結構皆さん見られてるじゃないですか。うん、ね結構再生数いってる。うん 歯医者さんの度があるじゃないですか、うん、やっぱりね綺麗になるって気持うん何でも綺麗になるのは気持ちいいでこの方ちょっと出血が見られてですね、はい、ちょっと歯石とかもついてたのでまあちょっとさっき歯石取ればよかったんですけど、うん、着色取りだけでいけるかなと思ってやってたんですけどまあちょっと歯石もついてたのでまあ、この着色取り終わった後歯石を 取っていくんですけど、はい、ま皆さんやったことありますねこの超音波スケーラーっていうんですけど歯石取りの器具ですね、うん、これを使って細かい歯の歯石を取っていきます、はい、でこれも痛そうに見えるんですけど出血してるからうわ痛そうってね、うん、皆さん思うんですけどこれくらいであれば全然麻酔なしで大丈夫です視覚過敏もこの方なかったので全然麻酔なしで大丈夫でしたねいや綺麗になりましたね綺麗になりましたね いいですね皆さんもやりたくなってきたんじゃないですか <laughs> でこれがねやった後なんですけどもう全然違いますねすごい綺麗ねもうこの方も本当にホワイトニングでもダメなんじゃないかとね、うん、思ってたらしいんですけどもうこれビフォーアフター全然違います,よね,すごいねえ全然違いますよねなのでぜひねホワイトニング前にやっていただきたい治療になりますねこれはうんおすすめです ということでね、うん、結構意外に白くなりましたよね白くなったすごくね患者さんも結構喜んでたよね、うん、喜ばれる方すごく多いねえホワイトニングしようかなと思ってたけど、うん、あまあこれで十分ですって言ってね、うん、このお二方変えられましたけど結構本当におすすめなので、うん、ホワイトニングやろうかなと思ってらっしゃる方、うんうん、まずはこのエアフローを使った着色取りを やってみてはいかがでしょうか特にデート前におすすめです。ね。デート前とかにね、やるとね、結構、あの、ホワイトニングってね、時間もかかったりだとか、お金もかかったりするので、この着色取りとか、あの、だけだと、まあ、数分で終わりますし、まあ、パッと来てパッといけるっていうね、ことがありますので、まあ、ぜひね、あの、デート前とかに行っていただ、やっていただければなと思います。はい。 ということで今日はですねホワイトニングをやる前にこういう着色取りもでも十分白くなるよということを紹介させていただきましたはい食べになったでしょうか食べになりましたでしょうかぜひですね、えー、皆さんかかりつけ医とか、えー、近くの医院さんにエアフローを使ったねこういう着色取りあるのであればぜひやっていただきたいと思うので、はいえー、参考にしていただきたいなと思いますはいこの動画がいいと思った方はグッドボタンを チャンネル登録よろしくお願いいたしますそれ俺が言うやつ <laughs> ありがとうございます、はい、言ってくださったんですねはい、はい、じゃあお返しします <laughs> <laughs> 雑 <laughs> それではまた次回の動画でお会いしましょう <laughs> さよなら,さよなら <laughs>